今日の間の感想は昨日のリベンジするので、ちょっと入りきらないかもしれないので、前にちょっと今言っときます、入りきらなそうな分今日は、いや大丈夫です。今日はあの昨日温泉卵って温泉卵を作ったんですけど、半熟卵って言っちゃって、だから今日は温泉卵作ります。かっこよく言うとポーチドエッグらしいです。かっこいい。それで昨日水切るの忘れたので今日は水切ります。そこなの、失敗したとこ。そこもです。あ、そこもです。はい、はい、お願いします。省略で。まず卵をお皿に割ります。そこに卵が隠れるぐらい水を入れます。そして電子レンジに入れて、いい感じに白身が固まってきたらいいかなって思って取り出します。そしてしっかりと水を切ります。それでサラダなどの上に盛り付けたら、お、言えたよ。ください。はい、水を切る。水切るの忘れないとベシャベシャの卵になります。ちょっとまずいかもしれないわかりました。気をつけます。はい、りんなちゃんでした。